バイヤー。はい、皆さんこんにちは、アップバンクストアのタテでございます。今日はですね、じゃん、皇居にやってきました。というのもですね、見てくださいこれ、ランニングをしている時とかに自分の心拍数を測ってくれるという時計なんですけれども、それを実際に皇居の周りを走る皇居ランをしながら、どういう風になるのかというのをチェックしようと思って、やってきました。今からここですね、ミオという時計をつけて、実際にランニングを行ってみたいと思います。もうすでにですね、こんな感じで、自分の心拍数が見えております。これをですね、少し高い値、140前後とかにキープすることで効率よく運動ができる、効率にエクササイズをサポートしてくれるという製品のようなので、実際にチェックしてみたいと思います。今のところ心拍数は146です。かなり速いペースで走っていますが、今、心拍数は160前後です。おお、下りで楽ちんですね。今ちょっと立ち止まったので、心拍数が157ぐらいに落ちています。今ですね、かなり全力で走り終わった後の状態でも心拍数まだ166です。170台ですね。180なかなかいかない。もっと思いっきり走ります。今思いっきりほぼ全力疾走に近い状態で走りましたが、心拍数は160、170ぐらいまでしか上がりませんでした。はい、というわけで、皇居の周りを一周走ってきました。今はですね、立ち止まっているので、このように心拍数はだいぶ落ち着いて127とかになっています。私の個人的な感じでは、140ぐらいはかなりきつくてですね、そのあたりがちょうどエクササイズにはいい数値だというふうに、この時は言ってるんですけれども、結構そこまでいくとしんどい。さらに、180台バーストっていうレベルまでいくと、もうそこまでほとんど行くことができなくてですね、本当に脇腹が痛くなっちゃうぐらいの、結構きついエクササイズになりました。自分の感覚でしんどいとか、まだいけるとかっていうのではなくてですね、こう、心拍を見ることによって、自分はどういう数字にいるのかというのを、きっちりデータで把握しながらエクササイズができるのはとても面白いと思いました。皆さんぜひ、リンクを貼っているので、ぜひそこからチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。アップバンクストアバイヤーのタテでございます。いつもアップバンクストアでお買い物をいただきありがとうございます。インターネットと、実店舗両方ありますので、これからもよろしくお願いします。そして、バイヤーチャンネルの登録お済みでしょうか。スマホの方は動画のタイトルをクリックすると出てくる赤い登録ボタンがありますので、そこからご登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイヤー。